何もないので B 公演を起こします。4日5日明日明後日も何もないんですけど、何もないわけじゃないんですけど、うん、でも My friend's birthday なの明日。そうだからとりあえず明日は夜は無理。やばい、8日って言いたかったのに8って言っちゃったえって言っちゃった、やばいやばいやばい。8日は波動ですよね、昼間に。え、波動の次の日 B 公演ってさ、手痛くなってないかな、大丈夫かな。大丈夫っしょ多分大丈夫。で乾杯しよう、今日のシェフは君なんだ、みんなで撮った写真、ピースしながらを飛ばしたんだ私。みんなで撮った写真はタイムカプセル、広い世界の片隅で。優勝して誕生日祝い誕生日橋本って端っこに行きたがる習性、行きたがる傾向ありますか。だってはい、端っこに行きたがるっていうか、なんか私なんかが真ん中に、なんかフリーの時に私なんかが真ん中にいていいのかなって思っちゃう。そうだから端っこに行っちゃう。うん、そうですね、すいません私なんかが真ん中にいていいのかなって思っちゃう。9日生誕です、9日生誕夜。え、でも今回その NPP のトークステージにこう選んでいただけたっていうことがすごくすごく嬉しかったなっていうのは思ってて、やっぱ自分の中でその絶対自分じゃないだろうなってみんなにも言ってたし、いや多分なぎなる絶対で、まああっても他のメンバーでしょみたいな話をしてたので、あの自分がそうやってこう選んでいただけたっていうことがとっても、まあ、そのチームエイト活動休止前最後の NPP で選んでいただけたっていうことがすごく嬉しかったなって思ってます。はい、ありがとうございますっていう気持ちでしたね。橋本さん、そうお隣の方も橋本さんだったんですけど、あの橋本さんということで橋本さんになりました、はい、なんで選ばれたかは分かんない、全然全く別にうさぎ年だからとかもなく、まあでも同い年3人ではありましたね、2000年生まれの3人ぐらい全然年女とかでもない、来年だし年女、うちら3人とも、うん、全員辰年。
顔が可愛いから、はい、顔は可愛いってよく言われますありがとうございます。顔は可愛いよく言われます。顔も可愛いになれるように頑張ります今日あとやることはピョムービーは撮ったから、もう動画を上げる、あとは今日やること、みんなに聞きたいんですけど、みんなが知ってる私の身に降りかかった AKB の活動の中での最悪だったことって何ですか今日やること、ピョンムービーあげる、ツイッター載せる、あとなんだ、インスタも載せたい、あとなんだ今日やること、でも今日そんぐらい？ピョンムービーインスタ、ぐらいかな。今日のピョンムービーは、はい、誰かと撮りました。誰かは言いません。楽しみにしててください。でもあの7人の中の誰かです。1人なんかもうテロップがめんどくさくって8人と撮るとそう、なんかこの間マジでめんどくさいと思ったのが、途中でひだちゃんとみずみんが変わったじゃないですか、あのピョンムービー覚えてます？雫の時に、その時のテロップがめっちゃめんどくさかったんです。いやもう推しだったからやったけどみずみんだったからやったけど、もうみずみんじゃなかった、いやまあやるんだろうけどもう本当に大変でした。もうまあでも結局やるんですけど、誰でも
でも今後はやめようと思いました。まあ、あんなことはめったにないと思うんであれなんですけど、今後はやめようと思いました。あのその時撮るって決めたらもうそこで撮る終わりにしようと思いました。はい。うん。ゲストは一人です。こんだけかな。インスタピョンムービー2個。エイトのラストコンサートは全員で撮ってほしいです。いや絶対やらない、絶対にやらない。無理。拒否、ごめん。マジで申し訳ないけど、やだ。だって何個テロップ入れなきゃいけないの。しかも顔映んないっしょ全員。マジ YouTube やったほうがいい。YouTube やったほうがいい。そんだけ頑張るんだったら、そんだけ頑張るんだったら、もう絶対ナルタオがやるでしょ。それまがいのことだからいいんです。私は無理です。しかも4月30でしょ。4月30ってことはその日ピョンムービーの総集編も作らなきゃいけないんですよ、その日に。泣いちゃうね橋本。泣いちゃう。地元泣いちゃう。9時ぐらいに終わります。9時になったらランキング読みます。5月1日の有給申請は翌日5月1日は日がない1周年。わ、本当だ。絶対何も考えてないでしょう。もうだって1年間何してたんだろう。1年間何してたんだろう。ずんちゃん、ずんちゃん、言っといて、お話し会で言っといて。もう来るでしょ。
お願い。なんかひろよこさんがツイッターになんか2022年にやり残したことみたいな書いてたんですよ。なんか AD 小栗のなんちゃらと大西のナース事件簿とあとなんか2つもう2つぐらい書いてて、その中になんかどっかの観光のなんかなんとか大使のなんちゃらみたいな書いてたんですけど、待て、ひがなん忘れてないかと思ってひがな忘れられてました。はい、悲しい、ひがな忘れられてた、やり残してるよひがなもひがなもやり残してるよって思いながら私はそのツイートを見てました。チームメイトでイベントがあったので全国で飲めましたそれすごい。え、なるってさ富山のイベントいたよね。イベントじゃない、全国ツアーだからあれか、石川とか福井に行ってないのかな。なんか北陸の方とってなる言ってたけどさ、富山のツアーはいたよなと思って。石川福井か。じゃあごめん、そこら辺は私が無双してるんだわごめん、それに関しては石川イベントはもう私ぐらいじゃない、全コンプしてんの。私が出てない石川でのイベントってありましたっけ。福井でのイベントは1個あったんですよ。そう、なんかクールなんちゃらみたいなやつでクレナと服部とセリちゃんの3人が出てたやつ、私いなかった。そこ、そうそう、でも石川は多分全光るん一人で呼ばれてるとかはあれだけど、でもその2人以上で呼ばれてる。なんか動画出演とかもあったけどそれはまあ置いといて、うん、イベントってなると多分石川に関してはコンプリートしてんじゃないかなと思います。すいません、私が無双してます、北陸は。ごめんなさいで東北も割といろいろ行かせていただいたりとかしたし、うん、あ、ほんとだ、みずみの配信始まった。うわ、えらいね、ちゃんと9時になった瞬間に始めてるよ。マジえらい、いい子すぎる、ごめん、私適当すぎて19時頃から始めます。いや今日おもろかったよね、19時半より前から配信始めますあ、違ったっけ、19合ってるよねめっちゃおもろい、自分のツイートのツイートじゃ755の仕方がめっちゃおもろい、うん、でもまだ成長した方だよ、適当に始めるより。時間を言うようになったの、成長した方です。そう、昨日はねレッスンが一応8時まであったんですよ。でも多分このメンツだ、このメンツでこの曲だったらそんな8時までかかんないだろうなと思って、巻くだろうなと思って、そうそうそう、で多分そんな7時までには巻かないから、まあ、7時以降かなみたいな、1時間巻くことはないだろうと思って一応7時以降に配信しますっていうのは言ってました。はい、そんな感じです。まあ、うん、別に
なんか覚えがいい悪いとかじゃなくて、イベントにいっぱい出てる。めっちゃポニーテールとか似合うんじゃない私。そう、イベントに出てる回数とかの問題。やっぱ8人でいろいろやった曲とかが多いとか。そうだって、ラブトリップだってやったこと全員あるし、別に新規で一から振り入れしなきゃいけない曲って、まあ波サプぐらいみたいな。だからできるっしょと思って、はい、だから巻くだろうなと思ってたら案の定巻いたんで、早めに昨日は配信始めれてよかったですね。ってことで、涙サプライズをちゃんと振り入れしたんで、私いつでもカウントダウン TV 出れます。運営の皆さん、ぜひ来年年女なんでお待ちしてます。涙サプライズ覚えましたいつでも出れます、お待ちしてますということで、9時過ぎたのでランキング読みますでも茂木さんもさ、カウントダウン TV に出てちょっとずつトトトトトってなっていかれましたから、すごいっすよね、本当に。ということで、それではランキングいきます。1位アーターアットピョンドさん、ありがとうございます、ありがとう。2位トラック野郎アットゴリさん、ありがとうございます。3位ケロリンタオルは橋本推しの証アット3月以来の生パフォーマンス最高、いやそんな証したことないんだが。4位哲也さん、ありがとうございます。5位パンダさん、ありがとうございます。6位ズーデスさん、ありがとうございます。7位マックミックアット、久しぶりのハルピョンマスクね、前にいてくれてマスクしてると思いました、ありがとうございます。8位ニックさん、ありがとうございます。9位ともゆきさん、ありがとうございます。10位たけにいさん、ありがとうございます。11位、サイレントムーンさん、ありがとうございます。12位大津さん、ありがとうございます。13位エンドレットアットピョンドさん、ありがとうございます。そして本日のラッキー88位は見てちょっとずつピン外してんのおもろい、ラッキー88位は2ピースさんです、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。ちょっと KNB は上がるかとかわかんないんですけど、あの皆さんぜひあの KNB さんのツイッターだったりとか何かに YouTube か何かで載せてください、期間限定でもいいのでとか、あの言っていただけると嬉しいなと思います。キャロリンさん、ミラボールありがとうございます。ちょっとミラボールなんかいくつか今日来てたな。今日でも分かんなくなっちゃったので、気持ちは受け取っときます。ケロリンさん、ありがとう。ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はーい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで、9337人の皆さんにきっと期待をお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。これが本当のラビットジャンプです。どうせ1ヶ月後にはウサギ同士なんて忘れてるそこの君忘れんなよということで、今日もありがとうございました。 KNB も NPP も楽しかったです。それではまたKNB はあのちょっとお家帰ったら見ますということで、ありがとうございました。またね、おやすみ、ピョンムービー待っててください。バイバーイ。あ、生誕祭あの1月9日お願いします。夜公演です。またねー。